ホドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの21回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今日のファイターズどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり打線ですよね、はい、相手は苦しくなっても表情に出るようなピッチャーではないですから、つなぐ意識を徹底し打席に入ってもらいたいですね。まずはファイターズの先発斉藤が札幌ドームのマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。流しました、これは三遊間抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、消えの速じゃないと、バッターは川端、まあ送るとしたら走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功、すごい。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね、狙いは良かったと思いますね、膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。ワンボールツーストライクです。バッターの川端、今シーズンの得点圏打率は3、打ちました。セカンドトントルパが一塁送球します。アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー三塁となりました。最低限ランナーを進めてきましたね、まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、丁寧に行った方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。 T を打ちました。広木の感じで向かってくる、なんで広木を打ちました。ここは創生が間に合っています。そう、どうでしょうか。1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0、序盤から試合が動いていきます。バッターは DH ブラウン、昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。ファイターズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました、まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。一塁アウト、スリーアウトです。2回になります、バファローズの攻撃、バッターボックス中島、昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。さてファイターズの先発は斉藤、今日が23試合目の登板です。前回の登板は9イニング投げて白星を挙げて、現在ハーラーダービーでリーグトップとなっています。3球目打ちました、ヒットになった。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには6番坂口、2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。いや、アウトコースでしたね。そうですね、これはバット出ず三振です。ワンアウトです。さあ1塁には追加点のランナー、バッターボックスには小山、まあ、バントの技術がしっかりした選手なんで遅らせていいでしょうね、さあランナーをどう生かしてくるか、まあ、牽制の上手いピッチャーですから迂闊にリードは取れないでしょうね。そうですね、インサイド落ちました、この当たりはどうか、何バッターのヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで4試合連続安打、ワンアウトランナー三塁二塁。すごい調子悪いな。4歳の誕生日に焼肉やって、すげえ豪華な連休。まあ、序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですよね。次が3球目。ここは見ます。まあ、次は縦スラで空振りを取りたいですね。なるほど。ジュワッと入ってきた。ここは投げ勝ちました。
ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。さあそしてバッターボックスには平野が入っています。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。まあ、このままの点差で回を終わる。打ちました。ボテボテ。セカンドが前に来る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。まあ、そうですね。もうこれ以上点をやらないようにということで、ちょっと窮屈な感じになりましたね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。低いところへ決めてきました。ここは150キロを計測しています。ストレートはわずかに外れました。4球目は何で来るか。になります。ツーボールツーストライクです。平行カウント。ほんまにあれだ、あんたみたいなことは打ちました。田中、うん、何メガネがないと見えんじゃん、うん、ラーメンの中にメガネ落としたらメガネ探しよってへんよ。やれやったらおかしいよ。店員さんがね、うん、探しおるで気づいてね、うん、メガネがラーメンに落ちてましたよって渡すのよ。ライト方向流しました。一塁塁間を破る。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス T 岡田、先ほどの打席で先制となる打点を挙げています。ヒットでランナーを一塁に置いています。随分内から入りました。膝元食い込んでいくいいボールですね、はい、次もインコースを厳しく攻めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。見逃し三振。ツーアウトになっています。バッターは今日 DH に入っているブラウン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。小宮さん、仕掛けてくるんでしょうか。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。打順は5番中島。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。空振りになります。ノーボールツーストライク。3球目は何で来るか。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。ここはもう点を与えないという気迫が伝わってきます。いいとこ投げてきますね。ちょっと仕上げる。バッターの坂口、ここ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、西さん、ちょっとバットが湿ってますよね。試合前にね、ちょっとフォームを気にしてましたからね。なるほど、そうですか。低めの球、ストライク。あっという間に2ストライクです。打ちました。セカンドゴロ。アウト、ツーアウト。バッターボックスには7番小山。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。低め見送りました。ストライクです。ノーボールツーストライクです。逃して三振です。スリーアウトチェンジ。やっぱついてるね。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるものなんですか。いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。インサイド落ちました。これはどうか。取ってワンアウトです。打席には9番バッター平野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。
さあそして斉藤、今日白星がつけば黒井通算50勝目ということになります。バッター見送りました。これは手が出ないか。ワンボールツーストライク。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター糸井。今日は盗塁が1つあります。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはファイターズが斉藤、そしてバファローズが前田、この2人の投げ合いとなっています。変化球が決まりました。ノーボールツーストライク。ご苦労さん、5回かけるんだって。3球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。荒木が掴んで3アウトです。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。バッターボックスには2番川端。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方が要注意ですね。さあここは同じ鉄は踏みたくない。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。この T 岡田、ここのところ5試合で打率は2割を切っていますが、西さん、バッティングの調子はどうなんでしょう。今はいい時のフォームとかを動画で確認できますんでね、なんとか修正したいですよね。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには4番ブラウン。ワンアウトランナー1塁です。打ちました。ゴールを拾って、ね、これ送球する。アウト、ツーアウト。ツーアウトランナー2塁となりました。さあそして打席には中島が入ります。さあツーアウトながら得点圏にランナーを背負った場面です。こういった要所を締めていくことが勝利に結びつきますから、しっかりと抑えたいですね。なるほど、そうですよね。低め、ラブリー。ワンボールツーストライクです。インサイド打った、高いバウンド、セカンドが抑えた。一塁アウト。これでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ミスター、ここまで投打がうまく噛み合っている印象なんですが、いかがですか。まあチームとしてはね、いいゲームになってますよね。そうですよね。いいところへ決まります。ノーボール、ツーストライクです。ファウルになります。三振になります。まず一つアウトを取りました。7番バッター小山、斉藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。決まります。ノーボール、ツーストライク。外へのカーブは外れました。球場上から練習したかな。浜田ギター見逃し三振。バッターボックスは8番伊藤。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。バッターも迷ったような感じでしたね。まあ助かりましたよ。
始まるね。日本ハムファイターズが見事勝利を収めました。こういう試合をものにしたということがやっぱり大きなことなんだというふうに思いますね。ひょっとするとチーム力も上がったかもしれませんね。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のオリックス・バファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は海山さとるさん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。